エクスペリア SO-01B ドコモスマートフォンエクスペリア SO-01B はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代移動通信システム端末であるドコモスマートフォンの一つでソニーエリクソンエクスペリア X10 の日本版にあたる2009年11月3日にソニーエリクソンのスマートフォンシリーズである エクスペリアの最新モデル、エクスペリア X10 として全世界に発表されたモデルであり、ソニーエリクソンとしては初めて Android OS を搭載した端末である。従来のドコモのハイスペック端末ブランドである、ドコモプロシリーズからではなく、新たにドコモスマートフォンという独自ブランドで発売された。ソニーエリクソンにとってドコモへの端末供給は、 SO706I 以来1年9ヶ月ぶりであり、新型版ルール導入後は、これが初めてとなった。また、エクスペリアシリーズの日本市場投入も本機が初となった。液晶面は強化ガラスのフルフラットパネルが採用されている。またタッチパネルは静電容量式を採用している。NTT ドコモのブラックベリーなどと同様に、 どこもスマートフォンケアにて無償でサポートを受けることができる。日本で発売されたエクスペリアシリーズのうち、本機種のみ、画面下のキー配列が異なっており、左からメニュー、ホーム、戻るの順番になっている。Android OS の Google のサービスを中心とした基本的な機能に加え、ソニーエリクソン独自のアプリケーションを搭載。音楽には、ウォークマンの技術を、 カメラにはサイバーショットの技術といった具合にソニーグループのノウハウを搭載している。電話帳上では登録した人のツイッターやフェイスブック、ミクシーと連携し投稿メッセージを表示できる。また電話帳で人物を選ぶとその人の通話やメール、先 SNS などのコミュニケーション履歴が一覧表示される。加速度センサー、磁気センサーが搭載されており、 端末の位置を動かすことによる直感的なアプリの操作などにも対応している。特に Google マップのストリートビューなどは端末を傾けることによってそれに合わせ画面の景色も動く仕様である。文字入力は本端末のために開発されたピオボックスタッチ1.0が搭載され CT ソフトキーボードの母音を大きく表示したり次に入力される可能性があるキーのみを ハイライト表示することができる。SO906i でも搭載されていた。続けて、入力にも対応している。フォーマイハイスピードに対応し、HSDPA 7.2Mbps、ハスーパー 2.0Mbps に対応しピカッサの写真のアップロードが快適に行えるほか、Wi-Fi 通信で IEE802.11gB、e、の高速通信に対応している。 また、フォーマ回線での YouTube 高画質再生モードにも対応している。マルチタスクに対応しており、複数のアプリケーションを同時に利用することが可能である。国際ローミングに対応しており、海外での通話、メール、SMS、ウェブブラウジングが可能である。定額通信割引パケ放題、w、および同ダブに、に対応しているが、上限は、 i モードのフルブラウザの上限と同一の料金となる。また、定額で接続するためには、モペラ U、または、SP モードの契約が必要である。パケ放題フラット契約では同じくモペラ U か、SP モードの契約が必要で、完全定額で、前述の上限額よりも低く通信可能である。OS は、Android 1.6を採用している。そのため、 ホーム画面からの検索で、ウェブページだけでなく、連絡先やインストールされているアプリケーション、音楽なども、検索の対象とできる。機能ごとの電池使用量を確認する画面がある。VPN 接続にも対応しており、PPTP や L2TP、i p s e c に対応し、企業接続などが容易である。詳しくは Android を参照。 アンドロイド OS の標準的なアプリケーションとして、Google 検索窓、Google マップ、Google ラティチュード、Gmail、アドレス帳、YouTube、Google カレンダー、Google トーク、ピカッサ、Google アース、Android マーケットなどを搭載している。本製品独自のアプリケーションの一つであり、音楽、動画、写真を視聴、管理、編集、検索する。音楽、動画、 写真は、下記 PC 用アプリケーションである、メディア号から同期することができる。またメディア号でダウンロードしたポッドキャストの音楽や、ネットラジオなども同期することが可能である。また、モーラタッチやレコジカアプリを使うことで、直接音楽をダウンロードすることが可能である。また動画や音楽再生中にインフィニットボタンを押すと、その楽曲やアーティストの情報を、 Google 検索や YouTube から検索する。メディアゴーパソコン上で音楽、動画、写真を編集管理するアプリケーションである。メディアゴーとエ x p e r i a のメディアスケープを USB ケーブル等を使って同期することができる。メディアゴーでは CD などからの音楽の取り込みだけでなく iTunes や Windows メディアプレイヤーの音楽ファイルを取り込むことも可能である。 モーラタッチ PC 向け音楽配信を行っている。モーラから音楽を購入、視聴が可能である。アルバム丸ごとのダウンロード購入も可能である。日本国内の大手レーベルの楽曲はほとんどダウンロードが可能である。2010年4月1日午前0時、エクスペリア発売と同時にサービスが開始された。サービス開始当初に提供される楽曲は、 約6000曲で音楽ビデオや約500曲用意される。また音楽は2010年11月よりクレジットカードだけでなく NTT ドコモのコンテンツ決済が利用できるようになった。配信元レーベルはタイムスケープの表示画面不在着信履歴、SMS、E メール、撮影した写真の履歴や動画や音楽の再生楽曲履歴、 SNS サービスである Twitter、Facebook、m i x i の更新履歴や投稿履歴を一つのアプリケーションで一元管理できる。またその履歴はパネルが螺旋状に並んで表示される。パネルに表示されている人が電話帳に登録されていれば、その人との通話やメールだけでなく、Twitter や Facebook の投稿なども一覧表示することができる。手ブレ補正。 顔認識エンジン搭載810万画素、オートフォーカスカメラを搭載している。笑顔検出機能が搭載され、被写体の笑顔カメラが自動で検出する。またアドレス帳に顔写真が登録されている人は、撮影した写真にその人の名前が表示される。またその名前をタッチすることで、その人への電話やメール、SNS が可能である。 撮影した写真は、ピカッサやフェイスブックへ、動画は YouTube にアップロードし、共有をすることができる。アプリを使うことで、ミクシーや、その他ブログなどへの画像アップロードなども可能となる。またジオタギング機能が搭載され、GPS と連動し写真に撮った場所の位置情報を埋め込むことができ、写真をピカッサなどにアップすると、撮影した場所が Google マップスなどに表示される。 プレーナウはもともとソニーエリクソンの携帯電話用のポータルサイトである。エクスペリア用にカスタマイズしてコンテンツを配信する。デフォルトのブラウザは同時に8つまでタブを開くことができるアンドロイド特有のものである。メーラーはプッシュ型電子メールで Gmail 専用メーラーと通常の POP、imap 対応のメーラーがあり、後者のメーラーは Timescape とリンクする。 また NTT ドコモが提供しているモペラ U メールはプッシュで自動着信する。ブラウザ同様様々なサードパーティー製のメーラーも存在する。iMode メールへの対応2010年9月1日より提供開始の sp モードによりドコモ .ne.jp ドメインのメールアドレスを利用すること可能となった。通常の iMode メールのようにプッシュ着信や絵文字 デコメール、迷惑メールフィルタ設定などにも対応する。なお i モードを解約し、sp モードを契約した場合はそのままその i モードメールアドレスやフィルタ設定が引き継がれる。i モードと sp モードを重複して申し込んだ場合は、元々の i モードアドレスとは別の新しいアドレスが sp モードに割り当てられ、2つのアドレスをエクスペリア上で切り替えることが可能である。 それまでは imode.net を応用した imode メーラーがいくつか開発されており、Android マーケットからダウンロードし利用することが可能である。多くの初期不良や不具合が確認されており、症状によってはドコモショップで無償で交換できる。初期不良とおぼしき症状は以下の通り。エクスペリアでは白いフォーマーカードまたは 赤いドコモユームカードでの使用が推奨されているため、緑色のフォーマカードのユーザーは本来であれば、新しいフォーマカード、または、ドコモユームカードに交換される。なお、交換は一部量販店等では行われていない。5月下旬に、一部ユーザーにネットワークを通じて、アップデートのご配信があり、最初は、ドコモショップで点検、交換を呼びかけていた。 後にご配信されたファイルが正式版であることが明らかとなったため点検交換は中止された。このため5月下旬にご配信されアップデートが実施されたユーザーは2010年6月9日に配信されたアップデートは実施する必要がない。2010年第4四半期にはテレビとの無線接続タイムスケープとミディアスケープの更新が予定されていたが 2011年11月時点では実施されていない。また、海外の X10 では OS のバージョンが2.3へアップデートされているが、SO-01B については2011年11月時点で実施されていない。2010年11月10日より、AndroidOS の1.6から2.1へのアップデートが可能になった。 それにより以下の機能が拡張、改善された。なおアップデートはパソコンと接続して実施する。2011年1月18日、エクスペリアのマイナーバージョンアップが発表された。今回のバージョンアップにより、2本指ピンチイン、アウトによる画面の拡大、縮小などが可能となる。ただし、3本以上の指での操作や回転などはサポートされない。 ブラウザ、Google マップ、Office ススート、モキシルメールが対応する。なお、動作保証は行っていないものの、一部の、サードパーティーアプリケーションも動作する、可能性がある。その他、Android 2.1での電話帳アプリや SP、モードアプリの不具合も修正される。PC 経由でのアップデートは2011年1月19日20時以降、 パケット通信を使ったアップデートは2011年1月20日20時以降に開始された。なお、Android を1.6から本アップデートを行う場合は PC 経由でのアップデートのみの対応となる。エクスペリアの同梱物には以下のものがある。このうち AC アダプタとマイクロ USB ケーブルはセットとなっており、ドコモの商品名は AC アダプタケーブル SO01 という名称である。専用の電池パック SO04 は海外の BST-41 にドコモ型版のシールを貼り付けたものである。電池パックは SO-01D でも同じものを採用しているため流用可能。なお、AC アダプタケーブル電池パックリアカバーのみオプション設定されているが、 その他のオプションについては、ソニースタイルで SO-01B 向けとしてリリースされている商品や海外携帯電話を取り扱っているサイト等から X 重要純正品を入手するか、サードパーティー製などを利用する。ちなみに、ドコモから発売されている補助充電アダプタは、フォーマ補助充電アダプタ02を用いることになり、 AC アダプタケーブルの USB ケーブル部分を接続して用いる形となる。ただし、2011年夏秋モデルに合わせて発売されたポケットチャージャー01もフォーマ補助充電アダプタ0に同様に利用可能であり、こちらはポケットチャージャー01側についた USB ケーブルを利用する形となる。ベースモデルとなる海外で発売された エクスペリア X12 は、アンツ800、850、1900、2100、MHz のものとアンツ900、1700、2100、MHz のものと、2種類が存在する。SO-0HB、AH、は、全者がベースとなっている。後者のアンツ900、1700、2100、MHz 版での 1700MHz 帯は、いわゆる AWS バンドのものであり、 どこも東面ハンバンドや E アクセスで使用されている 1.7GHz 帯とは全く異なるものであり、利用はできない。ただし、ソフトバンクモバイルのプラチナ電波エリアでの利用も可能である。米国では、前者が AT&T モビリティの 3G エリアで、後者が T モバイル USA の 3G エリアで、それぞれ利用可能。GSM エリアのみでの利用は、 どちらの仕様の端末でも利用可能である。ありがとうございます。